여러분 안녕하십니까 今日は発音のポイントの2つ目として母音の口の形中でも口を尖らせるおと広く開くおのこの2つの違いを説明したいと思います。遠心の方はうんと突き出して突き出し方がね足りない人が多いんですよ、突き出してって言ってもねうんって何かねあまりこうはっきりしない。ろうそくで火を消すようにこのぐらい突き出すの。そしておうと言ってください。おうと言いながらベロをね下げるんですね。普通のおうでだんだんベロを下げるとおう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 よく響くところが出てきますのでそのぐらいしっかりと響かせておぬるんというふうに言ってください。そして大きく開けるおうはおうなんですけども単に大きく開けるだけではなくてベロを下げてください。ごーっと下げます。これ、分かりにくい人はあくびをしてみてください。ちょっと一緒にやってみましょう。真剣にあくびをしましょう。おー、この時にベロがごーっと下がってるはずなんですね。これがおなんです。だからいっそさとかいう時にはこう投げやりにいっそさで大きく口を開けてベロを下げていっそさ昆布へさ昆布の昆は唇を尖らせて昆布へさこっちははというふうに大きく開けます。この区別おとおちょっとやってみましょうか。これでこぎこぎ今のがお肉のこぎです。それに対してそこにありますという時のこぎこぎへ行ったよこぎというふうにこぎですよね。この区別分かりましたから小木と小木の区別。今耳ではっきりとわからないっていう人もね、小木と小木の発音を自分でしっかりと心がけてやってみてください。そうすると回数を繰り返しているうちに耳に馴染んできて、こうとこうの区別がしっかりつくようになってきます。まずは自分がしっかり発音できること。だから単に音読をするんじゃなくて母音の口の形しっかりと意識をして発音なさってみてください。そうすると聞き取りの力もついてきます。